はい、皆さんこんにちは。 RWS ドリブル塾鹿児島支部代表のリュウコーチです。本日は無料体験会についてお話しさせていただきたいと思います。で、今現在鹿児島県でスクール活動を2校行わせていただいてます。で、1校目が臼杵校、こちらの後ろのコートですね、フットサルポイント鹿児島さんで夕方6時8時から行わさせていただいております。で、2校目アイラ校がトムランドさんというところで夕方6時8時行わさせていただいてます。で、鹿児島県の3校目となる臼杵校なんです。こちら実は、曜日別で今臼杵校月曜日に活動しているんですけど、こちらを、水曜日に、夕方6時8時から開校するということが決まりました。で、その前に、スクールをいきなり始めるのはすごい抵抗あると思うんで、まずは無料体験会ということから、6月の9日水曜日、6月の12日、土曜日に、無料体験会を行わさせていただきます。時間帯はどれも、夕方の6時から8時、場所はドサルポイント鹿児島さんで行わさせていただきます。RWS ドリブル塾が、一体どういう風なスクール活動を行っているのかというと、まずは1人1球ボールを持ってスクールを行います。で、2時間ドリブルの練習をするんですけど、ここをめちゃくちゃ伝えたいのが、 RWS ドリブル塾ってただ2時間ボールコントロールが上手くなる練習をするだけではなく、足のつき方であったり、中学校高校で試合に出るため今やっておかないと必ず損する、絶対に損する、もうこれはもう絶対誓います。今やっておかないと損する、損しちゃうような、技術っていうのを伝えさせていただいてます。で、これはRWS ドリブル塾のコーチの経験をもとに、こういうプレーをしといたら今間違いなく中学校高校で役に立つよとか、じゃあ例えば、普通のサッカーチームでは教わらないような、相手が後ろにいる状況、横にいる状況、スピードを上げて1人目抜いた時2人目に取られないために一体どうしたらいいのかっていうのを、RWS では伝えさせていただいております。で、サッカーのことももちろんそうなんですけど、どちらかというと人間性という部分で RWS ドリブル塾は、熱心に指導させていただいております。じゃあ人間性ってどういうことかっていうと、じゃあ例えば、お父さんお母さんが、30分40分かけて、会場まで連れてきてくれたと。で、子供が、その日やる気がなくて、練習をダラダラしているというところで、もうお父さんお母さんがもっと練習ちゃんとやってよっていう気持ちもすごいわかります。でもそこを我慢して僕ら RWS のコーチに預けてほしいなって思います。で、僕らは、そういった今日モチベーションが低い子供たちに対して怒って接するのではなく、一体どうやって子供のモチベーションを上げて、じゃあその子供が2時間前と2時間後ではどれくらい変わっているのかっていうのをもう本当に見ていただきたいです。 RWS ドリブル塾では、1期生の方が間違いなくいいです。1期生というのは無料体験会を行ってから、すぐに活動を行う子たちのことなんですけど、ドリブル塾ってもうほんと 3,4 ヶ月で定員に20人とかすぐに埋まってしまいます。で、そうしてくると、最初に入ってた子供たちと後から入ってきた子供たちでどうしても差がついて練習メニューを分けなくてはいけません。で、20名でももちろんその基礎的な部分を教えられるんですけど、最初から入って、誰よりも早く練習することによって間違いなく技術の面で最初6人とか7人でコーチもそれは20人とか教えるよりも、少数でやっている方が必ず子供たちの上達っていうのも早くなります。なので、無料体験会を行って、すぐに入会するっていうのを1期生っていうのをお勧めしております。リブル塾に来てほしい子っていうのがどういう子かっていうと、まあ上手い子ももちろんいいんですけど、上手い子っていうのは、もう勝手に向上心があるので勝手に上手くなっていきます。ではなく、今じゃ試合に出れてない子であったり、チームで試合に出ているんだけど監督とかコーチにめちゃくちゃ怒られて自信なくしちゃってる子っていうのが、もうドリブル塾来ていただくともう本当に変わります。本当にそういった子たちが、試合に出れるようになって、お父さんお母さんにすごいなんか嬉しそうにサッカーの試合で点取ったよとか言ってるのを見ると、あ、僕らもうドリブル塾のコーチ RWS でやっててよかったなってすごいやりがいを感じたりします。そういった風に成長を本当に肌で感じられるスクールだと思いますので、本当にそういう自信をつけたいとか、
もっと上手くなりたいっていう子がいれば、ぜひ、無料体験会にお越しください。で、もう本当にドリブル塾に来ていただけたら、間違いなく変わるっていうのもお約束いたします。なので、6月の9日、12日、フットサルポイント鹿児島で、お待ちしておりますので、皆様のご応募どんどんお待ちしております。では、また次回のところで会いましょう。バイバイ。